もしかしてプレゼントなんかも用意してくれたりするのかい？だってね。まさかの自分から言ってくる感じ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月11日、月曜日の午後4時17分です。そして今日は住民のハンナさんの誕生日でもあります。そうそう、ハンナちゃんおめでたい。おめでとうございます。では本日のその他のお知らせです。明日、桜島さんがアイラトーンを出ていくそうで、引っ越しの準備をされています。あ、じゃあギリギリハンナちゃんの誕生日に煽るわけやね。寂しくなっちゃいますね。桜島さんとお話ししたい方は、今日中にお家を訪ねてくださいね。まあでも、一日家におるんか。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。やっぱあれなんかな、案内所に座っとるしずえさんの横に置かれとる飲み物もさ、なんか冬場になったら、ホット系のものに変わったりするんかな。よし。私なんか買っとったっけな。ルーシーからなんか来とる。あ、ケケさん美か。と、聞いてください、アイナさん。私、考え事をしながら掃除をするのがマイブームなんです。終わる頃には部屋も綺麗になってるし、一石二鳥だと思うんですよね。ただの掃除好きじゃなくて、そこには私なりに美学があるんです。こだわり派のルーシーより。ふんふん。でもなんか集中してないと綺麗にできそうにない気がするけど、そんなこともないんかな。それじゃあ、桜島の家に。ほう、綺麗に片付いている。よーいな。ぼちぼち荷造りを始めておかねえと。明日はいよいよ引っ越したからな。荷造り始めるっていうかもう終わっとるよね。お前のおかげで退屈しない毎日を過ごすことができた気がするぜ。ありがとな、テクワス。次は私、また可愛い子ちゃんを呼ぶんだ。で、なんかあれやろ、また変なのが来たりするんやろ。さあ次は誰を勧誘できるかな。あ、待って、ケイトさんおったね。やっぱり相変わらずずっとケイトさんと呼んでしまう。まあでもケイトさんでいいよね。ケイトさんやもん。ケイトさんだもの。今日はなんか案内所前が賑やかな感じだな。めっちゃおるやん。てかこれね、なんか前に夜にも椅子出して座っとったんやけどさ、これなんかみんながね、立った後？立ってどっかに行った後も椅子だけ残っとったんよね。なんなんこれ。いやみんなね、そこに座るために椅子出して座っとんかと思ったんやけど、ほら、これなんか一個残っとるしさ。なんなんこれ。めっちゃ気になっとったんやけどさ、この椅子どっから出てきたん？ちょっとよくわからないわ。ごきげんよう、アイナさん。よう。お話ししよう。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね。よう。手紙受け取ってよ、ありがとう。あら、ごきげんようだふん。世間話でも。今日みたいな日は、お母さんが作るステーキを思い出しちゃって、懐かしい気分になっちゃいましたふん。作るステーキ。母の味はステーキなんすか。めっちゃ豪華やん。やっほー、アイナちゃん。今日も元気いっぱいじゃん。あは。お話ししよう。今日はこれから何して過ごそうかな。あは。なんかいつも筋トレしよりよね。こんにちは。またお会いしましたね。今日もデザイナー修行のため、アイナ島に来ているんです。お時間よろしければ、ファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。結構ね、それに合わせた服装にするの好きなよね。面白い。はい。今回のファッションテーマは何でしょうか。そう、お礼も結構楽しみ。また、派手なピンクなんかな。ありがとうございます。では早速なんですけど、今回見せてほしいのはステージに立つ時のコーディネートです。ステージといえばアイドルやミュージシャンによる華やかなライブがイメージされますよね。もちろんステージといってもいろいろあります。ミュージカルやオペラなどの舞台演劇やコントショーの衣装でもいいですよ。参考用としてステージのイメージの服をお渡ししておきますね。そしていつもこの参考用を使わずに自分なりにコーディネートをするというのが好き。ミュージックフェスの服です。こんな感じのイメージでステージのコーディネートをしてみてください。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。もちろん頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かります。私はここでお待ちしているので、どうぞよろしくお願いしますね。お。なるほどね。モニカの休憩用だったのか、その椅子。ごめんね、さっき普通に座っちゃったわ。ステージ用衣装ね。
あるかな今日ステージ用衣装。どうも。試着室を使いたいのね。どうぞ。まあ今、王子様の服着とるけんさ、演劇用っていうのでもありな気がするけど。でも他、トレンディーな服とかもなんかコントでありそうやけど。どうかな。ムエタイパンツ。そういうステージもありですか。ヘッドホン、DJ とか。どうかな。今のこの王子様を生かしてっていうのは、できないだろうか。あ、王様の服。これいいんじゃない？演劇ってことで。王様の服に、かぶり物。特にないな。こっちもまあ特にない。靴下。靴下今のフリル系でいっか。靴は？なんだか特にって感じやな。今回は家のやつも使って、になるかな。ワンピ、なにこれ？マグロ寿司。コント？コント？それはそれでいい気がするけど。え、これは下になんか着るべき？え、てかなんか王様の服、水玉入ってない？可愛いんやけど。え、めっちゃ可愛くない？水玉入っとるやん。これは、あ、ズボンいる感じかな。え、でもズボン、白かな、やっぱり。どうなんやろう。とりあえずこれを買って、で、ちょっと、帽子と、カバンと、あと、靴を変えよっか。で、あと、布地をもらっていく。あ、アイナさんいらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える布地。また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。あ、ここに飾られてるこの格好もなんか、コントでありそう。ちょっと仕事の息抜きにと思って作ってみたんですけどね。やり始めると楽しくて、ついつい夢中になって作っちゃうんですよ。よしよし。じゃあちょっと。大きに、またどうぞ。今私が被ってるのはなんか多分女優の帽子かなんかやった気がするけど、貴族的な帽子はないんだろうか。ってことで、あ、バラクはやるのいいね。なんか全体的に白っぽい感じになるけど、まあまあまあ。まあまあまあ。あ、まあアントワネットのドレスでもよかったか。あー、アントワネットでもよかったな。まあでも一応新しい服をちょっと買いたいというのもあったけん。それはそれで。あ、カバンちょっと外したいね。ちょっと今持っとるカバン外して、で、靴も、靴、どれが合うんやろ。ワークブーツ。見た目的にはおかしくない気はするけど。まあ役割はあれやけど。でも多分さ、まあ、こういうゲームやけん、見た目っていうよりはやっぱり何系かとかを重視するような気はするよね。でも合いそうな帽子は、ないかな。こんなもんかな。もう今回なんかちょっと微妙な気がするな。よし、とりあえず、これで、いきます。でも、王様の服、これワンピースとしても全然いけるよね。はい、どうでしょう。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネート、もう見せていただいてもよろしいですか？お願いします。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どう？まさにステージというイメージにぴったりなコーディネートだと思います。アイテムの組み合わせが絶妙で、しっかりとファッションテーマが表現されていると感じました。なんか、いつもの興奮度合いとは違うね。今回ちょっと、ワンランク落ちた感じか？とても勉強になります。どうもありがとうございました。いつももっとなんか、ね、興奮した感じやったのに。お礼に下手屋クーポンをご自宅に郵送しておきますね。下手屋で使えますのでご利用ください。あと、これも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。お気に召すかどうかわかりませんが。なになに？服や今回。ケイトのカットソーです。それも私が手掛けているブランドのアイテムでして、よろしければどうぞ。できたばかりの新作なんです。今後下手屋にも商品として並べてもらう予定です。またお会いすることがあったらよろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。
どんな感じかしら。うわー、やっぱり超派手。ねえ、なんでこんな、ドピンクなの、いつも。ミュージックフェスはちなみにどうやったんやろ。あー、派手だな。王様の方が派手なはずやけど、こっちの方がしっくりくる。よし。それじゃあちょっと私はね、ハンナちゃんにプレゼントを買おうかと思うんだけど、どうしよっかな。服でもいいんやけどね。何かいいものを売りよるか見とこ。ハンナちゃんに合いそうなものは特にないな。特にないな。これ何？スイッチかな？あ、スイッチやね。何のスイッチかはわからんけど。ちょっと待って。私あのテーブル欲しい。けど多分ここ高いやつなんよね。そちらの商品はアンティークなコンソールでございます。お値段は1万7000ベルとなっておりますが、微妙に足りない。ちょっと待って、お金を下ろしてきます。お金を下ろしてきます。ちょっと待って。2万ぐらい下ろしてきとこう。なんかさ、入り直した時いつもツンドラさんおるんやけど、なんなんやろ。どうも。あら、皆さん、こんなところで会えるなんて素敵な偶然ね、ならだわ。話しに来たよ。あら、私？今日は自分へのご褒美をね、ちょっと見に来たのよ、ならだわ。ちょっと、私もこれを自分用に。コンソールってなんなん？私結構さ、この、動物の森で家具とか見よったら、見知らぬ言葉とかよく聞くんやけど、まあ、多分そういうね、インテリア的なもの、知識がないけんなんやろうけど。はい、そして、あ、ちょっと待って、ラッピングを買っておく。プレゼントはもうね、自宅にあるギターを送ろうと思うんやけど、昨日ね、風船の中から出てきたんや。なんか、ハンナちゃんね、かっこいい感じの部屋にしてほしいんよね。今なんかすごい素朴な部屋やん。なぜって思うんやけど。なんか、飛び盛りの時とイメージが変わりすぎて。待って、ラッピングどこ？これか。黒いラッピングペーパー。紫。紫かなぁ。黒にしよう。まとめれるのか。じゃあまとめて買っとこう。いるかどうかわからんけど。まあでもね、一個一個買うよりは。便利かもしれない。ということで。ん？ツンドラさん。似合いそう、その時計。おしおし。ってことで私は、ちょっと、自宅の収納棚から、取り出してきます。よし。王子様の格好をして、王子様じゃないな、王様か。王様の格好をして、ハンナちゃんのところに、プレゼントを届けに来たよ。しかもバラまで加えて。おー、シャンティー来とる。何そのサングラス。おや、うちの誕生日をお祝いしに来てくれたのかい？だってね。なんかいつもよりすっきりしとるね。家具どこにあった？どこにあったの家具。いつも片付けよったっけ？片付けよったんかな？まあ、みんなこういうテーブル上にあった気がするしな。おしゃれしてきたのね。それパーティードレスみたいな感じ？今日はハンナさんの記念すべき誕生日だもの。一緒に楽しくお祝いしましょう。だってば。あ、ハンナちゃんもなんかパーティードレスみたいな着とるやん。かわいい。いいね、いいね。うちの誕生日のお祝いに駆けつけてくれて、どうもありがとね。来てくれただけでももちろん十分に嬉しいんだけどさ。もしかしてプレゼントなんかも用意してくれたりするのかい？だってね。まさかの自分から言ってくる感じ。うん、用意してるよ。はい。ちゃんとラッピングまでして。こんな立派に包装されたプレゼント、開けるのがなんだかもったいないね。でも思い切って見させてもらうよ。おや、これってもしかして、エレキギター、ES1 かい？なかなかセンスがいいじゃないか。こんなの本当にうちがもらっちまっていいのかい？あんたの優しさに感謝するよ。なんか部屋の系統が変わったってことはさ、ハンナちゃんの趣味も変わっとんかなって思うけど。でもやっぱり、ね、見た目的にだって、ハンナちゃんパンクやのに。うちのためにどうもありがとね。あんたのおかげで最高のバースデーになったよ。だってね。いいね、ノリノリで。あ、多分新しい項目がいたかな。ハンナさんも今日から一段ステップアップよ。こうしてみんな大人の階段を登るのね。私も自分の誕生日が来たら新しいステージへ一歩踏み出そうかしら。だってば。ちゃんと誕生日お祝いするよ。ということで、まずこっちの住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。で、クローゼットで自分イメチェンキャンペーン。たぬきマイル 150×2 ゲット。
そして多分誕生日関係のが増えたんじゃないかなと思う。まだ空いてないとこあるね。まあ1年経ってないもんね。あった。誕生日をお祝いしよう。どこに住んでいる仲間であっても友達のバースデーをお祝いしてあげるのは素晴らしいことだもん。熱い友情に敬意を込めてタヌキ開発からマイルを進呈するだろもん。肩書きパーティーの盛り上げ役タヌキマイル300マイルゲット。いいね。シャンティのこの格好めっちゃいいな。今日はうちのバースデーだからエールなんていらないよ。目いっぱい楽しんでおくれ。だってね。なんかテーブルの上もすごい豪華やね。これ何？シュークリーム？今日はあんたがお祝いしに駆けつけてくれて本当に嬉しいよ。うちのためにどうもありがとね。だってね。すごいね、なんか刺して食べるシュークリームなんや。一口とかそういう感じかな。あとはなんかジュースとなんかジャムがあるね。何に塗るんやろ。ジュースなんかな、シャンパンなんかな、ちょっとわからんけど。あとはケーキ、二段ケーキか。すごいな。すごいな。なんか一番下スポンジが丸出しなんやね。そういう感じ。かわいい。壁の色前からこれやった？なんかこういうイメージがなかったけど。いいね、ハッピーバースデー。そして椅子と、うん、このぐらいの雰囲気やったらまだハンナちゃんに合うかなって思うけどね。よきよき。おや、もうお別れの時間かい？盛り上げてくれてどうもありがとね。もらったプレゼント宝物にするよ。だってね。ぜひ飾って使ってね。使ってくれたらいいな。ハンナちゃんね、家の外観は飛び盛りの時と同じような感じのイメージやのに、中身がえらい。お、まだなんかあった？なんやろ。木の葉に隠れて。あ、なるほどね。家具。うん、夜中の、お金集めしよるときのや。肩書き、勝ち気な一人前、たぬきマイル2000マイルゲット。この肩書きの意味がよくわからんけど、家具と何の関係があるんやろ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今月はもうハンナちゃんの誕生日だけかな。他の子もおるんかな。ルーシーとか誕生日近くなかったっけ？気のせい？来月あたり？